どうも皆さん、リングでございます。今回、ヒョウモントカゲモドキ、オレバーの身体測定、23ヶ月目かな、やっていこうと思います。はい。今回ちょっと、撮影場所違います。コーンスネークのやつ見られてて、俺の身体測定動画を全部チェックされてる方には被る説明になるんですけども、これしか見てない方もいますからね。いつもと撮影場所が違います。いつもの撮影場所も、冬も真っ盛りになってきまして、非常に温度が下がってきましたんで、撮影する環境にはちょっと合わないということで、あったかい部屋に連れてきてやって、あったかい部屋で収録しておりますんで、こんな感じになっております。はい。使う機材は変わりませんけどね。今、めっちゃ俺の手でおとなしくしてる。もうどうした？普段やったらもう俺がこうやって前置きを喋ってる間に暴れて、早くおろせやーってしてくんのにどうしたん？どうした？今日やらおとなしいね。おとなしいね。写真撮影しやすくて助かるわ。はい、おろしていこうね。はい。よいしょ。おい。どうした？今日全然降りたがらへんやん。どうした？はい。さ、入れて、閉めて、体重を見る。おろろ。おら、結構増えたね。はい、とりあえず止めますよ。はい、来た。前回が 108.5 か確か109なんですよ。ちょっとブルブルって動いてたんで、どっちかなと思ったんですけど、108か 100.5 か109ぐらいなんですけど、114.0。だいぶ増えましたね。だいぶ増えたということで。はい。こんな感じの体重です。では戻していきましょう。戻していきましょう。戻していきましょう。さてと。このぐらいかな、サイズ感的に。で、よいしょ。綺麗な体色を見せるためにね。見せるために。よいしょ。はい。ここまでしか開かないんですよ。ちょっと、撮影場所の関係上ね、ここまでしか開きません。すいませんね。ここまでしか開きませんので、ちょっとこっちがこの、被ってますけど、お許しください。はい。この子ですけども、まあ、デュビア結構食べてますね。うん。冬になったら、去年とか一昨年の拒食してた頃、特に去年かな。去年の拒食してた頃を思い返すと、今年は冬になってもすごく食べてる印象です。確かに。体重増加してるのもありますけども、確かに食べてる印象はあります。なんでかわかんないです。なんでかごめんなさい、わかんないんですけども、冬になっても食べてる印象はすごくあります。ジュビアも結構ちゃんと食べてくれてますね。まあ、大きいやつ選んでるってのもありますが。大きいやつ選んでるってのも当然あるんですけども、結構コンスタントに食べてくれてるのは、まあ、ここに出てるんじゃないかなと思います。非常に嬉しい限りですね。やっぱ体重減ってないっていうのは一つの、健康チェックの目安ではありますからね。まあ、それでも、やっぱちょっとね、お店屋さんに売ってるやつに比べると尻尾はそこまで太くはない。わけですよね。お店で売ってるやつとかでも、ここもブリブリに太い子とかいますけれども、うちの子はそこまででもない感じかなと思います。でも、ここら辺の、その、なんていうんですかね、栄養を貯めてるところ、この辺のところは結構、ぷっくりあるかなっていう感じはするんですけどね。うん。まあ、どうなんでしょう。人に、やっぱちょっと、じゃ多少の個体差があるのかなという気はいたします。はい。で、そう。コーンスネークの方を、もしも見てる人がいて、同じやつを見てる人がいたら、多分ここで話すんやろうなと思ってたでしょうし、これしか見てない人は、ここで、初めて聞くことですけど、この今使ってるケージっていうのは、クリスタルステージと言われるアクリルのケージです。で、すごく一般的なアクリルケージの一つです。有名なところ、レプティボックスっていうのも一個あるんですけども、この辺の有名なやつです。ここの幅が大体30の幅のものになります。非常に有名で、ヒョウモントカゲモドキは一応修正飼育これで可能だと言われております。まあ、とんでもないでかいサイズは別ですよ。ゴジラジャイアントとかあんなのはまた別だと思いますけども、うちのオレバーは割と大きい方です。この子は大きい方です、割と。割と大きい方なんですけども、それでも入れてやっと、これぐらいです。ちょっと狭いかなっていう感じは俺は正直しますけれども、一応まあ可能だと言われております。そんなね、アクリルケージ。アクリルケージやっぱり透明で見栄えも綺麗ですし、ガラスに比べて軽いので非常に扱いやすい。で、そのガラス水槽と違ってすごいスッキリしたデザインになってんで重ねても使いやすっていう利点がいっぱいあるんですよね。で、クリスタルステージこれ買ったのはこの身体測定とかの動画を撮影するためではなくて、本質の理由はこれにオレバーを住まわせて、オレバーの飼育の周りをもっとスッキリさせて、もう一個ぐらいケージを受けたらラッキーみたいな、そういうことがあったんですけど、結論から言うと、このケージは使いません。俺はもう使わないことにしました。俺は本当にもう身体測定の今専用。今専用。もうこのケージで、この子を飼育するっていう考えはなくなりました。理由は、まあ、一番大きいのは1点目なんで、2点しかなくて、まあ、1点目のそこが一番大きいんですけど、今、自分が使用しているウェットシェルターは、まだ使い始めてすぐのレビューの動画しか上がってません。1年前ぐらいかな。2月ぐらいに上がってるものになるんですが、日装さんのモイストシェルターというのを使ってます。須藤さんのではなく、日装さんのモイストシェルターを使ってます。ね。で、
もうすぐ1年経って、1年経った時に1年使ってみっていう感想の動画を上げるんですけれども、今のところの所感としては、一番最初の頃に使い始めた気持ちと同じで、非常に良いウェットシェルターだと思います。俺は須藤さんのよりも正直気に入ってる面もあります。気に入ってる面もあります。全部が全部とは言いませんが、気に入ってる面も結構あります。なので、これからは俺、須藤さんのよりもそっちのモイストシェルターで行きたいと思ってるんですよ。思ってるんです。で、それを考えたときに、入れると、あれね、でかいんですよ。正直。いや、須藤さんのね、L サイズが俺どんなもんの大きさやったかごめんなさい、覚えてないんで、もう手元にないんでね、どれぐらいやったかわかんないんですけど、少なくとも日装のモイストシェルターは、このクリスタルステージ入れると、でかい。うん。半分ぐらい取るもん。これぐらい。マジで。真面目にこのケージの半分ぐらい、シェルターになっちゃうんですよ。で、高さもすげえ高くて、この天板結構近くなるんですよね。ちょっとね、ちょっときついんちゃうかな、これ。ここで買うのは。なんかさ、このクリスタルステージとか、レプティボックス使ってる人の、ブログとかこうね、カタカタカタって検索して見るんですけど、そんなにスペースは取ってないんですよ、ウェットシェルターね。だから、モイストシェルター、ニストサンダーとか使っと、ちょっとね、シェルターがでかすぎて、なんかあまりにもスペースがないっていうか、いや、そこにね、水入れとカルシウム置き置いたら、もう、足の踏み場ないやんって思うんですよ、俺はね。いや、もしかしたら、その、モイストシェルターの上の水溜める部分を水入れとして使えばいいじゃないかっていう、そういう意見でそうされてるんかと思うんですけど、もうこの子は、その、なんていうんですかね、下に水入れを置くことに慣れてるわけですよ、俺は。もう水入れと、そのモイストシェルターの上の水は別物としてこの子はもう見てるんですよ。あそこの上から水飲んでるの俺見たことないんですよ。水入れから飲んでるのしか見たことないんで、多分この子の中で別になってると思うんですよ。それを今からわざわざそのモイストシェルターの上についてるやつ、ウェットシェルターの上にある部分が水入れとして認識させるのはあまり得策ではないと思うんです、今からわざわざ。だからやっぱり今のスタンスのままケージとして使うんやったら使いたいっていうのがあって、そう考えるとこれはやっぱサイズがねちっちゃすぎる、うん、やっぱ狭いと俺は結論付けました。なのでクリスタルステージを使うという計画はとりあえず一旦おじゃんです。これはもう身体測定を測定するための、非常に便利なケースとなりました。まあ便利ですよ。すごい便利ですけどね。はい。ただね、やっぱ実際にこのクリスタルステージが来て、このクリスタルステージを持ったことで、アクリルケージに対する憧れっていうのはすごく出ましたんで、ヒョウモントカゲモドキに対してアクリルケージを使うっていう野望はまだついえてません。まだついえてません。コーンスネークの方でも喋ったんですけども、ネクストさんっていう、ネットでネクストって入れて、アクリルケージって入れて出てくるところがあるんですよ。まあ、アクリルの製品作ってる会社の方のところなんですけども、そこ、爬虫類とかの、まあ、爬虫類だけじゃないでしょ。小動物のケージも作られてます。アクリルケージを作ってるんですよね。そういう小動物用の。で、サイズすごいいろいろあって、今俺が使ってる、パンテオンの4530ですね。パンテオンの4530と同じサイズのアクリルケージあるんですよ。実は。同じサイズのアクリルケージあるんです。それにしようかなみたいな。もうダントツつける設備もあって、パネルヒーターも入れれるようになってますと。そこまで準備されてての、今ちょっとごめんなさい、LINE になりましたけど、そこまで準備されてるアクリルケージがあるんですよ。それだったらいけんなって思って。ね。今結局パンテオンにパネルヒーターがつけにくいから、下になんかいろいろ引くことによって横幅取ってたりとか、コードぐちゃっとなってたりするけど、保温球ちょっと捨ててやって、もうパネヒと、ダントツだけに絞ってやってやれば、エアコン管理されてる部屋ですから、いいんじゃねえかなと思ってます。なので、そっちで、ネクストさんでアクリルケージを買ってみようかなっていうのが今の俺の案です。ただね、タケンスは、サイト行ってもらったらわかりますけど、やっぱね、結構値段、ええ値段するんですわ。まあ、サイズちっちゃいんで、まだマシなんですけど、でけえやつとかね、結構ええ値段するんですよ。なので、そんな、すぐに購入するってとこまでいかないと思いますけども、アクリルケージに対する憧れとか、その野望は、ちょっと違う方向にシフトしました。前話してたのよりもね。すごい、もう全然関係ない。アクリルケージの話を、このもう映像をお届けしながらバンバン喋って、この下に若干こう切れてんのにね。真上からこう、綺麗に撮れるといいんですけど、なかなかちょっとね、真上から綺麗に撮るには、もう一工夫いる感じなんで、今の撮影環境やと。ちょっと難しいかなと思います。もうちょっとなんかね、工夫すりゃいけそうなんですけどね。それはまた、設備としてね、いつか入れたいなと思ってるんで、いつかは入れると思います。いつかはね。来月とは一言も言ってないですけどね。いつかは入れたいと思いますけど、そういうのもね。はい。いやー、元気だね。俺も元気。いやでも体重ちょっとね、増えてんのは、まあ、食が落ちてないから、もしかしたらと思ってましたけど、ちょっと意外っちゃ意外でしたね。
今年は割とちゃんと食べてくれてますね。まあ、去年の、拒食の理由が何だったのかっていうところなんですけど、まあ、生き餌になったのは大きかったかなという気がします。ディビアにしてやって、ディビアがやっぱ美味しくて指向性もあるっていう証拠なのかなとは思ったりはしますが、どうなんでしょうね。でも、まあ、揚げ方はいろいろ工夫してますからね。今はピンセットでつまんで揚げるのにシフトしましたけども、やっぱり止まってるとなかなか反応はしませんが、動いて初めてって感じですね。ピンセットでこう振ってやったりとか、ピンセットに掴まれてて嫌だよーってディビアがしてるのを見て食べたりする感じですかね。いやでも元気に育ってくれて嬉しいですよ嬉しいです。それはもう間違いないことですね。はい、まあ10分くらい経ちましたんで、またケージ戻してやると。いくらあったかい部屋とも言ってもね、やっぱりまあ狭いですから、やっぱパンテオンの45のアレクラベットね、これも狭いですからね、戻してやろうと思います。はい、じゃあ、またよかったらね、何か別の動画、あるいは来月の身体測定の動画でお会いしましょう。では見ていただいてありがとうございました。またよかったら見てください。あ、なんか今さ、終わりの挨拶締めがぐちゃぐちゃになっちゃってね。はい、ありがとうございます。